金城のりみつ金城のりみつ11月4日から1967年8月10日は沖縄県出身の医師、政治家、衆議院議員、那覇市長、泊村で代々医業に従事した家に生まれる。沖縄県人情中学校、第五高等学校を経て1904年東京帝国大学医科大学を卒業。その後、同医科大学復讐。 東京予備病院衛生勤務法助、東京市駒込病院委員を歴任。1907年、帰郷して沖縄県病院委員長、道内科部長兼異生教習所所長として迎えられた。1920年、中地都市ーラと那覇ク西本町に市立、元順病院を設立し委員長に就任。1926年、 沖縄県医師会長となった。1921年、那覇市会議員に当選し、同議長を務めた。1925年、沖縄県会議員に当選。1932年2月の第18回衆議院議員総選挙で沖縄県選挙区から立憲政友会所属で出馬して当選し、衆議院議員を一期務めた。1935年8月12日、 那覇市長に就任。下水道の敷設、教育施設の改善などに尽力し、1939年8月11日、市長を一期務めて退任した。戦後、沖縄医療団長、金竹保養院長、まわし診療所長、元準病院院長などを務めた。ありがとうございます。